C G S をご覧の皆様こんにちは亀井総平です。本日もじっくり学ぼう日本の健康と予防医学お送りしていきたいと思います。今週は前回に引き続き木村さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まああの前回の波動の話とかですね。はい、もう初めて聞かれた方ははッと思われてると思いますけれども、<laughs> ぜひですねそういった方はの C G S のねこのシリーズあの最初の頃から見直していただくと <laughs> まあちょっとずついろんな情報が出てますのでね。はい、あの出てるんですけれども、まあ、えー、今回はですねさらにえー、っと 腸の話とか、環境の話とか、さらに話を広げて、お聞きしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願,ますお願いします。はい、まず最初にこう、お、これは騙し絵ってやつです、ね。そうですね。はい、ま心理学的によくやるやつですけども、はい、これ何見えますかって、最初のです、ねうん、ですね。 これ二つにも僕知ってるんで見えちゃうんですけど老婆、はいはい、が見えたり若い女の子が見えたり猫が見えたりとかね、はい、やっぱり見え方ってやっぱりその人が見,見たいように見てるという、うん、まあ主観で見てるということですねそれが次の図にあるように、はい、まあこうやって自分の心のフィルターを通して自分が見たいように見てるっていうふうに普通気を付かないんですよね。うん 客観的に起きてるっていうふうに思っちゃってる人が多いので,で、ね、うんうん、よくあのお前現実を見ろよとか言ってはい、はい。客観的にね冷静になれてる意味で使いますけど、はい、実は主観でしか見てないんですね。すよ現実はね。そ,そこがポイントかなと。うん、で私はその才色にすることで。はい、自分自身の心のうちに起きてくる変化現象が。 外にに出ててくるいいうことに気が付いてきたんですよ、うん、だから実は現実にリアクションしてる人は過去の自分の思いが現象化してるわけだから現実は、うんはい、だから繰り返すんですね、うん、なんで私だけ苦労しなきゃいけないのって言ってる人は現実にリアクションしちゃってるので結局また苦労することを作り出してるっていう世界なのでそれが最初にすることで、はい、その自分の中で起きてる無意識につながってくるって感覚がこれはねな,なんとも言えない前兆予兆というかあっ っていう感じなんですよ。で、あの意識かけると変わってっちゃうっていう、はい、そのなんかあの量子物理学の世界も、うん、なんですね。はい、わかります、えー。なので気がついた気がついたんだけど気がつかないふりをしながら予感をこう楽しむみたいな感じの生き方になってくるんですね。はいうん、でこれが自然と共に生きるその直感で生きる、はい、喜びみたいな。うん、これは菜食で味わえます。はい。なのであのこれはもう 意意識識のの世界を越えてるので、うん、無意識に知らない間に変わっていきます、はい、で僕らはどんないろんなメソッドを聞いたり哲学や心理学を勉強して一生懸命自分を変えたいと思う人がいると思うんだけども、はい、成功したいと思うと必ず失敗を経験しますね、うん、これは相対の世界にいるから、はい、で、意地悪を経験しないと親切に気が付かないですね、うん、でつまりバランスの中にいることに気が付かないと、はい、僕たちは何かをしたいと思うことは何かをしたくないっていうのとイコールになっちゃうので、うん、あの実はそうなんだって。 っていうふうに思い出す感覚で自分の中を捉えていくっていう感覚なんですね。そうするとあの自然が送ってくれているメッセージにだんだん気がついてくるっていう感じなんですよ。はいうん、なのであの菜食というのはこの間も言いましたけども、はい、この直感であの、はい、この周波数を変えていく、うん、まあそういう食事なんだということですね。はいうん、それからあのー。 まあその自然界のバランスという意味で言うと自転車に乗った時を思い出していただくと凸凹、はい、道とか坂道とか、うん、いつの間にか手放しでも運転できるようになった、うん、同じように私たちの身の回りで起こる全ての偶然出会いというのは全部バランスされているので、はい、まあ言ってみれば 完璧なんですね。うん、その完璧さに気が付かないために、うん。不満足というか、不完全な自分が。うん、その完璧さに気が付かないという構図なわけですよね。うん、だから、そこを自分が受け入れていく。はい、自分はそうは思わないけど。うん、あ、そうなんだっていう感覚。だから、あの、思った通りにいきたいっていう人はすごく苦労するんですよ。はい、なぜかというと、そうあ一,一浪でさえ三割ですからね。はいうん、で、あの、僕らは思った通りに生きようとすると生きれない。うん、でも。 起きた通りに思ってたんだっていうふうにすると十割バッターなわけですよね。なので <laughs>、はい、そういう意味ではあの起きたことを受け入れるっていう感覚が蘇ってくるんですよ、うんで。実はその起こしてるのは自分なんだということに気がついてくるので、まあそこをあのまあ僕らはええー、まあ 超えていくまあ陰陽相対を超えていく食事だなと、はい、いうことに、うん、まあ気が付いていった。はい、それは実は腸の壁一枚隔てて、うん、いわゆる赤血球ヘモグロビンに変化する、はい、という腸管造血説によるんです。うん、でそれはですねこの図を見ていただくと分かるんですけども、はい、あのいわゆる、えー、腸の に、葉緑素が腸の壁を隔ててですね、はい、左側が、あの葉緑素の、あの分子記号ですね、うんで。右側がヘモグロビンなんですけれども、うん、この左がマグネシウムになってます、ね、うん、中心が。はい で右が鉄になっている私は専門家じゃないんでね、うん、これはあのえっといろいろ調べた図なんですけども、はい、まあ私たちが見ると素人から見るとほとんど同じじゃないと、はい、だけども真ん中がマグネシウムと鉄に変わってるだけで生命の,壁生命の神秘で腸の壁一枚隔てて緑から赤に、はい、しかもこの赤血球が血の間だけで回るんじゃなくて体になってくんですよ、うん、肉や骨に変態していくんです。 そうなんでだからだって男性は28日周期で血液が出たりしませんよねだけどどこ行っちゃうのっていうおしっこに流れるわけでもないだからそれが肉や骨に変わってるってことなんですよでこれが腸管臓腐血節の千島隔節のすごいところでこれによってがんは治るっていうことが分かるんです自分が作り出してるんですよでちょうどこうなんだろうかさぶた血を切るとここにかさぶたができますねいつの間にかそれ取れますねそれと同じことが腸の中で起きる体の中で起きるのでがん細胞がん いわゆるエイリアンが繁殖してきてるんじゃないんです。はい 人間の体が金を出そうとして、僕たちの仲間がそれを固めて出そうとしているだけの話なんですね。だからその癌に対して戦いますなんてやってる人は自分に戦いを挑んでるので矛盾を抱えてしまう。なのでこの腸間増血節が分かるとものすごく楽になります。病気じゃない病気ってないんだってことなんですよ。全部信号なんです。で自分の生活習慣やその言葉癖あるいは思い癖を切り替えていくために知らせてくれてるってことに気が付くとやっぱり本当の意味での感謝が。 できるこれはねもう本当にそういうもんだなっていうふうに思います。で自然界を見てみるとやっぱりこの全てシンクロしてるじゃないですか魚でも鳥でもね渡り鳥なんかあやってね V 字で作ってあれインカムつけてリハーサルしてるわけじゃないのに見事にこうやりますよねいわしでもそうですねあれはもうシンクロしてるから無意識に全部つながってるわけですね。人人間間はの集合無意識もっとすすごいんでねだから 私たちが本当の自分につながってくると、うん、それがいわゆるあのみ,みんなと集合無意志とつながるので、はい、あの孤独感がなくなるんです。うん 私はここれを最終的にすすることでで気がついたん私は肉食をしてる時本当にエゴイスティックに人をコントロールししてててなんんぼのもも言っっ演出もやってました、うんはい、だから自分の思った通りやらないと怒りも出てくる、うん、だけども自分がリクエストをして、はい、それを集めてきたスタッフが、うん、もう本当に苦労して、うん、ものすごくこう僕らの僕が提案したことに対するそのイメージを追いかけて作ってくれたことが分かるようになってきたので、うん、もう感謝しかなくてスタジオで泣きながらやったことありません。はい 作品になって、うん、そこでコマ,コマーシャル業界卒業しちゃったんです。うん、あ、もうこれで。うん、いや、僕が意識して卒業じゃなくて、うん、あの仕事が変わっちゃったんです。<ー>だから、本当に人生って面白いなと思って、うん、本当にスタッフに感謝し。本当に喜びに、その恵まれた作品だと思ったら、その次から。もう、そういう仕事はなくなっちゃったんです。うん、なるほど。それで、コマーシャル業界から、なんと、その工具代理店の紹介で、飲食店に、うん。 紹介されて、うん、で僕らは素人なのに、はい、全部お膳立てされて、はい、調理人でも商売人でもあの組織も資金も経験もないのに、うん、お店持つようになっちゃってこれはもう見事にこの直感で動いたおかげ。うん ですね、それは全部自然がシンクロしているので、はい、僕たちが何をしようとしてるかということに感能って感情獣っていうんですけども、はい、感能するんですよ、うん、自然は、うん、でいつも僕らをサポートし僕らが思った通りのことを実現しようとしてるでもその思ってることは本性が思ってるので、うん、いわゆる心の奥にある動機です。はい、この動機が ことを動かしてるんで目的意識じゃないんです目的意識は自分で作れちゃうんですよだから志でも目的でもいいんだけども要はそれをやろうとした時に本当の自分の本心の動機がずれてるとうまくいかない自分の動機と目的をシンクロさせる必要があるここに食事の大切さがあるんですよ菜食はそこをシンクロさせていきますだから本当に面白いなとやっぱり思うんですねはい で、えっと、ちょっと地球環境の話に戻りますと最初、はいうん、は先ほど言いましたようにそ健康にもいいそれから、はい、あの心のバランスにもいいんですけどもやっぱり地球環境の問題物理的に言うとあのいわゆる土壌汚染だとかいわゆるあの地球のそのなんだろう疲弊、うん、さまざまなものは ちちょっっっとその畜産が、はい、あの多くなゃていわゆる動物産んを人間が食べ過ぎてしまってるので,、はいでね、インドや中国も含めてですね、うん、すごい勢いで、まあ、15億頭いる、はい、あの牛のゲップや死尿がね、はい、ものすごいものを出している、はい、その結果、まあ、汚染水によって一日5,000人の人が、うん、あのこうやって命が奪われたり。 12億以上上の人たちが上に苦しんでいいるという現実がありますそれから世界中でできる穀物の7割がいわゆる家畜に与える餌としか、うんはい、も家畜も,もうこんなすごい勢いで作ってるわけですから、うん、相当さ大変なことになる。 それから森林がどどんん伐採されれていそから海水の温度が2度上昇ということはもう海のの中方がが生態系めちちゃゃくになってますだからもう厚労省は発表してますけどもいわゆる生態系の高い魚は妊婦は食べないでと妊婦は食べないでっていうのがミソで本当はみんな食べちゃだめだけどやっぱりいろいろね漁業に関わってる人たちの生活圏もあるのでそういうふうに言ってるわけですけどうちも妻妊婦なんで魚食べれないんですよ。 <laughs> 本当はね <laughs> で、えー、と国連がいよいよ2006年いわゆる国連食糧農業機関というのが発表しましてね、はい、あのいわゆるお肉を食べ過ぎてるから、うん、動物タンパクじゃなくて植物タンパクのまま食べましょうという提案をしました、はいうん、それを受けてポール・マカートニーが、まあ、いわゆる「ミート・フリー・マンデー」というのを始めたわけですね。うんはい で、えーとまあ、例えばこれは農水省が出しているデータなんですけども、はい、牛肉1キロ作るのに穀物1 1キロ使うんですね <laughs> <ー>カロリーベースで言うと10分の1ですよ。はい、でこの1 1キロはあの、まあ、人が、えー、と18人の人かなが生きれる。あの ですね、はい、1>, 1日生きれるカロリーですね、うん、だからこの家畜に与えてる餌を10%、うん、あのいわゆる飢餓の人たちに与えれば飢餓は解決するんだけども、はい、なかなかそれがいかないという現実水もですね1キロの生肉を作るのに2万リットルの水を使うわけですね2万リットルというのはお風呂の水100杯分です、うん、でそれでこのぐらいのお肉を作るというのはまあ効率が悪いと、うんはい、なので まあそういうことも含めて、しかもその水は、じゃあなんで汚染されてくるかというとですね、も、ま、う、あ、この図は植物タンパクから動物タンパクにするときに余分なこの緑のところですね、はい、あの加工されてっちゃうわけです。うん、森林伐採をし、それから放牧をし、えー、いわゆるあのターを開墾し、はい、そして排泄処理をし、衛生管理をする、うん、全部水を使うんですね。はい、なのであのいわゆる、えー、死尿とかゲップがまあ CO2 を出したりメ,メタンガスとしてあのいわゆる温室 効果としては21倍のエネルギーを持っているというもので大体、うん、あの <laughs> えっとまあいわゆる排ガス規制とかね皆さん <laughs> 頑張ってやってましたけども全体であの CO が出る 世界全体で出てくる大体その排ガスなんですねそれに対して畜産で出る CO というのは51%ということが発表されてもうこれちょっとありえないね不都合の真実じゃないですけどもこれはやっぱり環境問題考える人でもほとんどの人が食については触れないですねいろんなもちろん理由があるのはわかりますけれどもそろそろ私たちはなんとかしていかなきゃなという。畜産やってる人たちも やっぱり今までは本当にそういう時代が必要だったと思うんですけども、はいうん、これからはあのいわゆる大地に根ざした野菜穀物フルーツがどんどんその開発されていって、はい、本当の意味での食文化がこれから始まると。うん、今までで人類はやっぱり動物タンパクで インスタントにいわゆるそのエキスを使って、はい、あの食文化を作ってきたこれは実はインスタント食品なんですよ。はい、で本当ののエネルギーの強い地球と共に生きる食文化はこれからなんです、ねうん、でそれが大地に根指してどんどん新しいものが、はい、例えばこれを食べると1週間も体を持つとか、うん、それからもうえたいもしれないもうすごい美味しい香りのフルーツが出てくるとか、はいはい、これからどんどん出てきます。うん、なので 未来は明るいっていう時代を迎えてるんですけども、はいうん、まずはその畜産やってる人たちも助けていかなきゃいけない、はいね、今あ今やっぱりあの一旦風評被害が出たり、うん、いろんなことが起こると、はい、結局は。 あのー、もうそこ成り立たないですね。だからたくさんやってるのも今悲惨ですよ。悲惨です。全然儲からないから。そうなんです。もう作業しても経費が出るだけみたいな。はい。はい、だからやめたくてもやめれない。そうなんですよ。ね、ところがあ,、ね、あのー、実はですね日本の技術で、はい、今まで5年も10年もその土地は酸性化したものだから戻らないって言われてたのが実はね1年とかそこらで戻るようになってくるんですよ。うん、水とかミネラルとか音とかいろんなものを活用して。はい。なので。 これからやっぱりそういう時代が来るなと思います。うんうん、なので畜産やってる人たちもねあの。 決してめげずに、あのこれから最植農家にね、切り替わることもできるので。まあ、それをまあ、私たちも応援しなきゃいけないなとは思ってるんですね。私たちソーファというのはスモールオーガニックファーマーズエイドと言って。小規模自然農法を支援するという意味もあるんです。なので、奇跡のリンゴの木村あきさんとか、そういう人たちも僕たちの仲間なので。あのみんなでね、助け合って、日本独特のね、農業をやっぱり支えていきたいなというふうに思うんですね。私農業できないんですけど、あのそういうふうにサポートしていきたいなと。だから。 日本人のベジタリアンは CO2 削減という意味では年間で1食1キロというふうに覚えておいていただいて一つこうまとめてみますとですね環境問題、うん、温暖化とか異常気象とか水不足食糧危機土壌汚染、はい、健康問題、はい、生活習慣病メタボウイルス感染いろんなものがありますね、はい、で社会問題、うん、事件事故そういったものも全てが、まあ、あるいは経済問題も含めて。はいうん やっぱり心の汚染、はい、地球環境が汚染されているというのは、うん、実は人の心が汚染されているとうううふうに思うんです、うん、なのでその心の汚染というのは誰かが悪いんじゃなくて、はい、自分自身が自分を見失っている、うん、あるいは日本人が日本を見失っている、はい、そういうその原点に戻るという意味でこういうことが起きてるなと、うん、だからそのもう一度自分とつながるコミュニケーションを取るにはその自分自身とつながるための食事をもう一度思い出すということであのいわゆる玄米 お米を中心にした菜食を進めているわけです。はいうん、なるほど。はい、いや、よくわかりました。でも、本当に、あのー。 我がを得たりっっていうととちょっとあの失礼なのかもしれませんけどなんでこういう僕はもともと政治家なわけですよ。はい、で <coughs>、ね、こういうチャンネル作って「なんで食とか健康とかやってんだお前」みたいなことを、ね、んみんなに言われてたんですけど僕もこう思ってたのでいや、うん、本当にだからいや食とか健康とか全部一緒でしょと、はいうん、政治も経済も実は全部一緒でしょと要は日本人がちゃんと気づいて本来の日本人に戻ればそうです全てよくなるんでしょと。はい だから僕は意識改革って会社の名前を変えて<ら>で今そういうことを教える大学を皆さんとやってるんであのもうまさにおっしゃる通りなんですよでもなかなかこういうことをこう人前でね堂々と例えば精神世界のことも全部全部つながってんだよということを言ってくださる方はなかなか仲間にいなかったのでんか今回お話こういろいろ聞けてすごいうれしいです。 はい、僕も嬉しいですありがとうございます <laughs>、はい、ということで今日はちょっと時間が来ましたので <laughs>、はいはい、また次回に引き続き、はいはい、また今日の話の続きになりますけれども、はいはい、お聞きしたいと思います今日はありがとうございましたよろしくお願いします